要はバチが出るか出ないかでしょ。はい、そうです。昨日まで出なくたって明日出るかもしれませんし、それから本当に出ない人の方が怖いんですよと。むしろ出る人の方が罪は浅いと言えるんです。あんまり出ない、いわゆる無間地獄を確定した人には根性に厳罰なしっていう、そういう御書があるから、もし根性であんまり出ないような人はもう相当罪が深くて無間地獄に落ちるってことが確定したような人、創価学会にいてて、罪を積んでないはずは絶対ないので、もう創価学会にいるだけで膨大な罪状を積んでます。さらには違いは積極的にやってるかやってないかの差もありますね。根性からもう本当に法華非暴、根性からそっくり日蓮召集を非暴してるものと、それから、形だけは学会の席は置いてるけど、腹の中ではそんなにお坊さんとか日蓮召集を非暴していないっていうような、そういう差だってもちろんありますよ。でも、いずれにせよ、絶対に幸福にはなりませんから、間違いなく、どんなにスピードが速かろうが遅かろうが不幸になることはもう間違いない。そして死後は三恶道に落ちることは間違いないので、そういう目先の罰が出てる出てないにとらわれないで、もう本質をズバ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 やっぱり咀嚼していかないきゃいけないですね。やっぱり山岳道にやっぱり最後は落ちるということですね。絶対ですもん。絶対って言い切っちゃってください。間違いなく落ちる。そういうのでだって、お坊さんのお葬式しないんだもん。そんなあんた、そこら辺の、同志ね、来て、お経の真似事やってね、成仏できるわけがないって言ってね、もう、ガンガン言ってやんなきゃダメよ。今の学会員に、何か道理を持って説明しようと思ったって、全く理解できないですから、もう。要は、あなたの本尊は偽物、悪鬼魔人が入っていて、あなたはもう悲惨な目に今なってる。もしなってないと言うんであれば、功徳を教えてくださいと。だってね、短歌来てやらいいの。で、今本当に幸せだってんだったら分かりませんよって、人間ってのは何が起こるか一瞬先は闇ですからねと。そういう大悪を積んでることは間違いないんだよって、その偽本尊を拝んでる限りはと。もうここしか入んないって。他のこといろいろ説明しようと思っても、正直、相手のハートに入んないですね。そのくらいもう、頭が衰えちゃってる。そんな勢いで一つ、よろしくお願いします。はい。また、もし少しでも話聞いてくれそうな人がいたら、飛んでいきますから、ぜひ呼んでください。釈牧っていうのは、要するに何度も何度もみんなに言うけど、やっぱり熟練した人と一緒にやんなきゃダメなんだよね。自分では釈牧やってるつもりで、本当言うと釈牧になってないケースが、私から見るともう大半がそう。相手の心に全然入ってもいないことを、こう、もちゃもちゃただ言って、いかにも釈牧やってるような気持ちになってる人がものすごく多いんですよ。それじゃダメなの。やっぱり熟練者と一緒にやって、相手に対してどう着服するかを勉強しないと、やっぱり身にはつかない。本当の着服の鋭い、欠如させるような着服の、身はつかないですね。で、見てると、大体やっぱり、もうとにかく、やっぱり私なんかどん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 呼ぶ人、もう診断者出たらすぐ僕のとこ呼ぶような人は、やっぱバン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 決まってくもんね。そこの、もん、昨日も聞いててすごいそう思ったね。自分一人でやろうとしてる人が多いんだよね。自分でこう言ったらどうだろう、ああ言ったらどうだろうって。そりゃ、手術したことない医学生が、いきなり手術どうやってやらいいですかって言ってるのと同じようなことで、先輩の医師について手術ってものは学ばなかったら身につきませんよ、そりゃ。そこを、強くみんなに言いたいですね。だから、現場の人の役割っていうのは、とにかく熟練した釈牧の人にどう橋渡しをするかっていうに徹した方がいいんです。むしろ自分であれこれ言う前に話聞いてみないと。本当にさ、偽物だっつって悪鬼魔人が入ってるっていうように聞いたんだけど、
いや、それ僕はうまく説明できないから、ちゃんと聞いた方がいいよって。どう？聞いてみない？聞いてみない？そっちへ持っていくベクトルをね。その方がよっぽど効果的な、効率のいい着服推進ができると思いますよ。はい。よろしくお願いします。はい。はい。そしたらば、